次行きましょう、はい、音楽です。はい、はい、音楽はですね、スコットランドが来る。今は割とスコットランドのバンドっていうか、あの結構いいバンドがすごいいっぱいいるんですよ、うん、それで特に好きなのが、もうすごい大好きなバンドなんですけど、ベル&セバスチャンっていう、あ、ベル&セバスチャンうんっていうバンドがいるんですけど、はい、もうそのバンドは僕のなんていうかね、理想、一番理想系の、うん、この間ライブ見たんですよ、9月に、ロンドンで、ロンドン行って、うん、行って、はい、もうバーンってもうぶん殴られたようなパンチ、本当に殴られたんじゃないの？そのくらいの、もうそれ、しかもそれは別に何の衝動もあれもないんですよ。例えば暴力もないし、例えばすごく派手なステージもなくて、もういかにもアマチュアっぽいステージなんですけど、すごいもうそれがもうすごいかっこよくて、逆に、うん、いや、すごいんですよ。で、なんか持ってきてくださったんですか？あ、そう、あのね、そうです、レコードをね、実は見たい、あ、すごいね、綺麗ですね、これもうフィルターかけたのかな、ね、で、大谷の時代だと、この予算のね、その着色がいい加減しろというね、本当だよね、だけど、今見ると綺麗だね、すっきりなんだよ、そうですね、やっとけよかったと思うよな、本当だね、でもこの人たち、本当すごいボブ・ディランっぽいところがすごいあったりとかして、うん、あと、他にもこれなんかもそうでしょ、これも割とね、統一してます、そう、ヌーベルバーグタッチですね、タッチですね、じゃあそのビデオクリップが、はい、あ、すごい、ちょっとね、見てみたいと思います、はい、どうぞ。 We cannot to care when they say that you're mistaken thinking hopes is not a dream that aren't there still I hesitate。 ライブでもこの女の子がこの曲やるときに、てか基本的に男の子はボーカルなんですけど、何曲か女の子が歌ってて、この子がすごいフォークギターをこう高いところでこうなんか演奏するんだけど、もう60年代のフォークバンドみたいな感じがすごいして、スカートだった、スカートです、もうすごいか、もうすごい、完璧にこれ60年代初期の、そうですね、この本ですね、うん、嘆きのテレーズとか、あの頃のものを感じますね、かわいいわ、すごい、もう本当にもう今っていうか、もうずっとこのバンドが大好きで、だからやっぱり若い人たちは、あの60年代初期の子たちが得た時のあのってやっぱり新鮮に見えるんだろうね、そうですね、出し切ってますからね、出し切ってますからね、やっぱりポップアートっていうものはだから時空を超える的なね、そういうものの感覚があるんでしょうね、だから吸収力が半端じゃないとやっぱりできないんじゃないかな、こんなことは。これ3つの共通点っていうのはもう、そうですね、あのやっぱ共通点っていうのが、はい、やっぱりイギリスですね、もうイギリスっていうのはすごい、イギリス大好きなのね、ね、すごい好きなんですよ、今日はちょっと文化論になってしまいましたいい番組です、いい番組、こういうのはほとんど使われないんだな、なんでしょうね、君が心配だ、そんな
はフライヤー。